こんにちは、バランです。今回は型などは一切使わずに小さな雫パーツをたくさん作ってピアスを作ってみたいと思います。とっても透明感があって可愛らしいので、ぜひご覧ください。今日使うものは透明のレジン液、すでに着色済みの UV レジン液ディープネイビー、着色剤としてアルコールインク、タカラネイルレジン着色剤ブルーとバイオレットです。
な感じでピアスが完成しました。今回はワイヤーにレジン液をちょこんと浸して、こんな風に涙パーツをたくさん作りました。この涙の雫パーツを今回かなりの量作ったんですけど、このパーツ一瞬でこうできるものではないので、テレビを見ながらとか音楽を聴きながらとか何かしながら作るのがいいかなと個人的に思いました。で、作りながら形を整えて固めていったんですけど、こんな風に均等に綺麗に雫型にできたのもあれば、全体に均等にレジンがいかなくってちょっと歪んだ形のもあるんですけど、全部同じ形じゃなくって全然いいと思うので、一個一個個性的な形があってもいいかなと思います。そして今回はかなりジャラジャラっといっぱいつけてみたんですけど、私は結構大ぶりのピアスが個人的に好きだったりもするので、たくさんできたのでたくさんつけてみました。もしシンプルなのが好きな人はもう少しこの雫のパーツを少なくしてもいいし、こんな風に少量だけつけてちょっと揺れる感じにしてみても可愛いと思います。もちろん1個でも可愛いし、こういったフープ状の金具のところにいくつも通して作っても可愛いかなと思いました。今回は型も何も使わずにこんな風にパーツを作ってみました。改めてレジンっていろんな方法でアクセサリーが作れるんだなぁと思いながら楽しく作れました。もしこの動画が少しでも参考になればチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画もぜひ見てください。ありがとうございました。